ボイドご飯の時間がやってきました。イエイイエイ。はい、今回はですね、はい、神奈川県横浜市、うん、多摩田川まで来ました。多摩田川ね、うん、多摩田川って言ったら、うん、スタジオがあってですね、うん、よく行くんですけども、うん、その帰りに、うん、今回はサイゼリアに行ってきました。あ、サイゼリアか。たまに行きたくなる。わかるよ。はい、行ってみましょう。 GO! じゃん。こんな感じでギターを持ってね、あ、そうだ、歩いてね、行ってるんですけども、このスタジオから近い、なんていうか、ビルの中にね、あるよね、こうあるんですよ。なるほど。サイゼリア。これ本当どこ行ってもサイゼリアってこの色だよね。すげえ目立つよね。目立つ。壁の色もそう。はい。すごい至近距離ですね。至近距離。撮りながらですからね。ああ、そっか。うん。こんな感じで、うん、まあいろいろ書いてあるんですけども、取り組みされてると。うん。すごいですよね、うん、でこの注文方法が、うん、まあ、変わったということで、紙に書く、こんな感じなんですよ、この番号ね。なるほど、はい、うん、で今回はこの秋の定番、皮付き新じゃがのチーズグラタン。おお、やば、うん、あらー、もうこれもう目に飛び込んできたもん。おお、そう、いや私だったらこれやっぱり頼むな。行くでしょ、うん、この北海道産豆野、うん、北海道行ってから、うん、本当にこう芋が好きになったね。自分はじゃがいもが、じゃがいものうまさ違うもんね。全然違うんだよ、ね、これはうまかったですね、まあ、これが食べるんですけど、であとこのマッシュルームスープ、季節限定、これも行きました、うん、こんなに地味な色の、うん、でもこの定番ですよね、うん、人気ナンバーワンっていう、うん、小エビのサラダ、うん、カクテルサラダですよね、前はね、うん、小エビのサラダ、それとあとこれ、うん、フリコね、アンチョビの、フリコ初めて見たんですよ。初めて見た。でこのいろいろねあるんですよ。何これ、これ見たのかと思います。フリウリ風フリコ。でこのもちろんダブルチーズでいきましたよ。チーズ好き。でこれもダブルチーズ。お、これもいた。結構いくね。うん、あれ何皿頼む。結構いきましたよ、うん、一人で。はい、ということでいつもの通り、うん、さあマスクを下げて水を飲むと。なるほど。来ました。おい。なんか煮干しスープのような、うん、そうやな、ね、本当に、うん、確かに味は全く違いますうん、もうこれはもう定番ですよ、自分の中で、うん、エビ満載、いただきます。おい、うまかったですね。うまかった、濃厚だね、なんていうのかな、見た目は確かに煮干しっぽいですけど、うん、深い味がしますね。へえ、本当に、うん、そうなんだ、うん、髪がありましたね。これエビって昔からこんな多かったらすごいな。もともと多いと思うんですよ、うん、まあ、ってなんか天を歩いてましたうん、この、ドレッシングは、うん、自分は割かし好きなんですよ、ね、サウザンアイランドだけっていうのかな、うん、美味しそうだね、うん、やっぱり美味しそうだわ。まずはこうベジファーストってあとはこれ焼きましたすごいこれね、うん、どれから行こうかな、で、うん、まずこれですよ。あ、これか、フリコ、フリコ、あ、フリコね、そうそうそう、名前がフリコか、グラタンじゃないんだね。で、これが芋のやつ、芋ね、うん、どんだけチーズを、すごいねやっぱチーズ、いや、すごいよ、いくら食べても、うん、ね、飽きないじゃないですか、うん、まあ飽きないね、まあ、飽きる人もいると思うんですけど、無理な人もたまにいると思うんですけど、うん、本当にチーズって贅沢なね、イメージがあるから、うん、フリコからいきます。はい、フリコとは、うん、これなんかザラッとした食感なんですね。あ、そうなんだ、滑らか、なんていうのかな、マッシュポテトっぽいね。あ、そんな感じ。あ、そう、変わってるっていうか初めてだ。お酒のおつまみにもって書いてあったよ。そうそうそう、これね、多分ワインとめっちゃ合うと思う。あ、そうなんだ、いや、もう本当に最強の店だなと思いましたね。確かに、でこの芋もこの茹で加減がね、うん、最高なんですよ、うん、すごい、うん、美味しそうだよ、なんかホクホクしてそう、ねっとりしてるとか、あの茹ですぎてないし、あ、こうなんていうか硬さもあるんですよね。うん、だからこう芋の食感、はい、楽しむのが好きっていうかね、まあ、そういうのも楽しめるんじゃないかなって。芋自体がうまいんだ。なるほど。これがバッファロー。バッファロー。ダブルチーズ。おお、ガブッといったね、これはもう。いや、もうこれもう定番のうまさですよね、うん、確かに安定か、うん、安定のうまさですよね、うまいって感じ、うん、
すごいね。3口ぐらい全部いった今の。もっと、うん、トリプルチーズぐらいいきたいよ。いけるならね。4倍、5倍くらい。確かに、うん。チーズトッピングとかもっとできたらね、いいのかもね。しかもまたこうサイゼリアはコスパがいいからさ。それがすごいよね。ね、ピザってすっごい高いじゃないですか、うん、高いね、意外と。でもこのコスパでこれだけのピザが食べられるって本当に考えられなかったですよね、うん、昔はね。確かに高校の時助けられた、うん、あ、ここからあった、あった、あ、そう、千葉県にあったよ。へぇ、よかった。あ、マジで、まあ、年齢がね、4つ5つ上ですから。そうかそうか、うん、そういうのもあるのかな、うん、これまるでいい感じ、振って取ろうとして取ってるからね、うん。マルゲリータも結構チーズ多めだね。あ、だからダブル。あ、まあ、覚えてるよ。頼むで。忘れてた。結構このなんで生地の厚さもさ、うん、こう薄すぎず厚すぎずという感じで、うん、ちょうどいいんだよね。あ、そうそうそう。うん、あの太すぎないでしょ。太すぎない。うん、ね、最前は。うんうん。たまにこうふかふかのパンみたいなのあるからさ。はい、お疲れ様でした。はい。おお、綺麗に食べた。素晴らしい感触だね。これも。イタリアンで綺麗ですからね。あのラーメンとかと違って、ね。ああ、確かにね。はい、失礼しました。あの、この秋の定番、うん、この芋と、うん、あのマッシュルームのスープなんですけども、うん、自分としては、あの、芋の方は、うん、あのできたら食べてほしいなと思いますね。そんな芋好きじゃないって正直。だね。そうだよね。うん、でも、うまいなと思うよ。芋好きは、きっと少ないはずですよ。絶対じゃあもう。いや、自分はもうあやちゃんも絶対ね。ああ、絶対好きだった。もう食べたい、そんなうまい芋。ほんまに、うん、まあまあちょっと。でも、ね、本当にあの時北海道行った時に、うん、普段芋なんか、芋、ごめん、芋なんかって言ってごめんだけど、バサバサするのあんま好きじゃないんですよ。そうそう。でも北海道行ったら飲み屋とかでも、出てくる芋が、フライが全部うまくてビビったからね。しかも、これの場合は、うん、あの、フライとかだったら、わりかし好きでしょ。うん。うん、こういう、うん、でもこう、こういう感じのホクホクっていうのって、自分たちからしたらちょっと苦手意識強いけど、うん、自分が食べてみようと思って食べて、うん、でうまかったから、これはもうマジでおすすめですね。なるほど。まあで、これだけでは終わらないんでね、やっぱり、うん、あのいろいろさ、あのピザとかね、うん、いろいろ食べてしまいましたけども、うん、あのマッシュルームのスープも美味しいですね。へぇ、その興味湧いた。ちょっとね、大人っぽい味しますよ。へぇ、なんかマッシュルームのスープってこう想像がつかないっていうか、うん、こうキノコの中でもちょっと風味が変わってるよね。あ、確かに。マッシュルームって、うん、独特の香りがありますよね。ね、うん、もうなんかサイゼリアって、うん、こうどの組み合わせで頼んでも、うん、なんか味が合うよね。そう。うん、で全体的に、うん、その今愛ちゃんが言ったみたいに、うん、どの料理を頼んでも統一感があるんですよ。うんうん、あるよね、確かに。うん、あとお酒を飲みながら、うん、食べられるようなものが多いから。確かにね。いろいろワインとかも、うん、大きいのとか頼めるじゃないですか。ね、うん、しかもお店によったらね、うん、あの後ろのこうワインセラーに、うん、あの要するにメニューに出してないワインもあったりするんですよ。そうなの。店によったら。じゃあ結構しっかりしたものだから聞いてくださいってなんか、うん、なんかに書いてあったよ。へえ。やっぱりこうだからあんだけ人気あるんですね。そうだね。ね、うんうん、決して若者だけの店じゃないって感じですね。そうだね。うん、確かに。本当に自分らよりも年配の人とかも多分行っても全然十分楽しめるお店なんじゃないかなと思いますね。とにかくつまみも多いもんね。そうそうそう、そんな感じやん。で前食べたあの辛味チキン、うん、あれももう本当にうまいから、ぜひ食べてみてほしい。そうだな、辛味チキンというのをやっぱ飲むしかないね。あんまりお酒強くないから飲むしかない。俺もそうだね。強いの、ね、もう赤いよ。しかもなんか今日お揃いやもん。やめてや。はい、ということで、はい、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。